はい、どめたです。今回はこちらの、ミッションマウント と、シフトコントロールブッシュだっけな、あとメンバーブッシュ、ミッションメンバーブッシュをちょっとレイルのやつに変えていきたいと思います。で、ブッシュこういうやつで、これもブッシュで、これがマウントですね。はいはい、これここがミッションマウントでしょう。で、リンケージがこの奥にあって、あとはまあブッシュを入れていくんだけど、でここら辺から全部ここもちょっと取んないとダメだね。全体を取っていきましょう。はい、今ね、ここに横に入ってたやつを取って、こっちの縦にこうやって入ってるやつも取ったんで、マウントが今丸見えです。ゴムね、純正は。で、ここ4箇所外していって、まずマウントをつけるっていう感じですね。はい、ほんじゃとりあえずマウントつけますか。これか、外さないとダメなパターンか、めんどくせえな。で、今付け終わりました。一回ここをね、取ってやんないと、ここのネジが上に入っていかないんで、こういう感じ。まず4つ止めて、ここを刺す感じで。はいはい、ここがシフトのリンケージ、コントロールブッシュ。このボルトを緩めていきます。14ミリです。今シフトのコントロールブッシュが、これが取れたんですけど、これをね、ここから取るのがめちゃくちゃ大変でした。はい、戻します。これにして、はい、今ついたんですけど、案の定やっぱね、つけるのもくっそ大変だった。ラスペネ吹いてもなかなか入っていかなくて、もう本気出してやっとって感じで、そっちの方にね、ワイヤーもあるから、ちょっとね、あんまり引っ張ってやるのがね、怖くてね、まあちょっと心配でした。まあでもなんとかついたと思うんで、はい。で、次はブッシュやります。
はい、今すべての交換が終わりました。はい、うん、まあ特にめんどくさいのは本当はそこのリンケージだけだね。まあ僕ボディ補強してるからこういうのも取んないといけないんですけど、まあこの辺のあのメンバーですよね、ミッションメンバーで、ここのミッションのメンバー、もう一個縦のやつだってこっちと、まあ 3構成なんで、でそれをまあ全部取ってあげて、まあ別に問題ないですね、全然簡単に、うん、まあ普通にできちゃいます。はい、ミッションマウントといったらね、やっぱフィーリング音ですよ。ちょっと乗っていきますか。はいはい、ミッションマウントとリンケージ、コントロールブッシュと、あとミッションメンバーブッシュを変えたんで、ちょっとあのシフトのフィーリングと音とね確認したいと思います。ちょっとエンジンかけてみます。なんかエンジンかける時からもう違うね。 ETC が使用できます。なんかカラカラっていうか、ヒュインなんか言ってるね。シフトの音聞こえます？カラッ、音がカチャカチャ。ちょっとこれは走っていきたいですね。はい。しました。